山部かなえは、北海道札幌市東区出身の日本の女子、柔道選手。階級は7 8ラム長級。段位は5段。身長1 7 2トル。体重1 0 0ラム。組手は右組血液型は B 型。得意技は払い腰。現在はミキハウスに所属している。趣味は、スノーボード、スキー、音芸の。 ピアノタイル2をプレイすること。桃色クローバー Z のファンでコンサートにも出向いたりしており。なお、2017年8月に発売されたシングルブラストのミュージックビデオでは柔道の選手役で出演している。山梨学院大学ミキハウスの同期にロンドンオリンピック競泳メダリストの鈴木里美がいて、競技は違えどお互いの試合を応援しに行く中でもある。 6歳の時に、刑務官の父親の影響で、兄に続いて、厚別区体育館柔道クラブで柔道を始めた。なお、この当時は、柔道以外に、ピアノと水泳にも取り組んでいた。札幌市立東英中学3年の時に、全国中学校柔道大会の7 0ラム級で2位となった。旭川大高2年の時には、インターハイ7 8ラム超級で3位となった。 三年の時には、インターハイの三回戦で敗れたことが、ショックで柔道をやめようと思ったが、村瀬秀幸監督に説得されて思いとどまった。その後の全日本ジュニアでは、その年の世界ジュニアで優勝することになる、東海大学二年の立本愛を、内股すかしで破るなど、オール一本合致して、優勝を果たした。2009年に、山梨学院大学へ進学すると、 西田孝博や山辺信都氏の指導を受けることになった。1年の時には全日本ジュニアで2連覇を果たすと、世界ジュニアでは3位になった。2年の時には全日本学生柔道、優勝大会決勝の対象戦で、東海大学4年の立本を破り、山梨学院大学を初優勝に導いた。行動完売でも初優勝を果たした。12月のグランドスラム、東京は3位だった。 三年の時には全日本選手権の準決勝で小松の杉本美香に上司法方で敗れるが3位となった。全日本学生柔道優勝大会では山梨学院大学の2連覇に貢献した。学生体重別では優勝を果たした。11月の行動完売では立ち元に払い腰で敗れて2連覇はならなかった。四年の時には全日本選手権の準々決勝で 世界ランキング1位である総合警備保障の立ち元を2から1の判定で下すと、準決勝では渋谷教育学園渋谷高校1年の朝日奈さらに払い越しで一本勝ち、決勝では杉本を体落ちの技ありと指導に劣って破って、今大会初優勝を飾った。選抜体重別では準決勝で立ち元を3から0の判定で破るが、決勝では杉本に、 背負い投げで有効を取られて敗れた。2013年にはミキハウスの所属となり、2005年の世界選手権、無差別チャンピオンで、全日本女子代表コーチでもある、新谷緑の指導を受けることになった。全日本選手権では準決勝で、両徳寺学園の尾形明に、大内狩りで敗れて3位に終わりに連覇はならなかった。12月のグランドスラム、東京では準決勝で、 世界チャンピオンであるキューバのイダリス・オルティスを破ったものの決勝で立ち元に指導3で破れた。2014年2月のグランドスラムパリでは優勝を飾った。翌週のヨーロッパオープンローマでも決勝で豪快な払い腰を決めて優勝を果たした。4月の選抜体重別では立ち元を指導3で破って初優勝を飾った。続く全日本選手権では準決勝で 小松の岡村智美を打ちまたすかし、決勝では立ち元を打ちまたすかしからの払い腰で破るなど、オール一本勝ちで2年ぶり2度目の優勝を果たして、初の世界選手権代表に選出された。7月のグランドスラムチュメニでは、オール一本勝ちで優勝を飾った。8月の世界選手権では準々決勝で、フランスのエミリーアンデオールに有効で破れると、 敗者復活戦でも敗れて7位に終わった。世界団体では3位だった。2015年2月のグランプリデュッセルドルフでは優勝を飾った。4月の体重別では準決勝で、三井住友会場の稲森並の前に指導3で敗れて3位に終わった。続く全日本選手権では準決勝までオール一本勝ちするものの、決勝では、 昨年破った立本に0から3の判定で破れて2、連覇はならなかった。しかし、最近の国際大会での活躍が評価されて、立本と共に世界選手権代表に選出された。5月のワールドマスターズでは、決勝で中国の武将に指導3で破れて2位だった。8月の世界選手権では準々決勝で武将に破れるも、 その後敗者復活戦を勝ち上がって3位になった。世界団体では、初戦から全勝して、チームの優勝に貢献した。10月の国体青年女子の部には、和歌山県チームの一員として出場して、引き分けを含めて全勝するもチームは3位にとどまった。12月のグランドスラム、東京では準々決勝で、稲森に横四方肩で敗れるなどして7位に終わった。 2016年2月のグランドスラムパリでは、初戦で地元フランスのマリーヌエルと対戦して、大内狩りで敗れた。山部は、毎回、ここで変な試合をしてしまったら、もう代表に選ばれなくなってしまうかもしれないと、結果を怖がっていました。試合が来るのが怖かったですし、練習で畳に上がるのも怖い時期がありました。そういう気持ちが結果に出てしまいましたと。 この時期の精神状態について、後に振り返った。4月の選抜体重別では、決勝で、東海大学2年の朝日奈紗良を、指導値で破って優勝して、オリンピック代表への望みをつないだ。続く全日本選手権では、決勝で立本と対戦すると、残り50秒のところで左膝を負傷した立本に、対して、山部は、相手がどうなろうと手段を選んではいられないと立本の、 左膝を容赦なく、攻め続けて崩れたところを、墨落ちの技ありから、横四方肩で抑え込んで、合技による一本勝ちを収めた。この結果、2016年、リオデジャネイロオリンピック代表に選出された。選考にあたって、女子代表監督の南條光俊及び、コーチ陣は、今回の直接対決で、山部が一本勝ちしたのは大きかったとして、 一方で3名の協会委員から他の階級は国際大会での実績が代表選出にあたって重要な決め手となったのにこの階級だけは最近の国際大会での実績でリードする立本を選出しないのは二重基準ではないかとの疑問も投げかけられた。それに対して2014年以降では両者とも 国際大会で、それぞれ4度優勝しておりさがないと指摘する、教会委員もいた。だが、男子の代表選考の場合とは異なり、国際大会における具体的な勝率や、世界の競合との対戦成績は今回考慮されて、おらず、山部ありきの選考と批判する、教会委員もいた。なお、南城監督は、立ち元の怪我は選考と直接関係ないとしているが、 協会委員長の山下康弘による重量級の選手が膝を怪我すれば時間がかかる。思い切り戦える選手を出すべきではないかという提言で選考の流れが変わり、協会委員による多数決の採決にまでは至らずに代表が決定されることになったという。5月にはグランドスラムバクに出場して決勝まで進むと、 準決勝で背中を負傷した、右翔が棄権したために不戦勝で優勝を飾った。続いて、世界ランク上位選手が集まるワールドマスターズに出場するが、準決勝で、バシシに反則負けを喫して3位にとどまった。8月のリオデジャネイロオリンピックでは、初戦となる2回戦で、リトアニアのサンタ・パケニテに指導1を選手されるも、大外刈りで逆転勝ちすると、 準々決勝では、オランダのテッシー・サベル・コールスに指導1を選手された後に有効で逆転すると払い腰で一本勝ちした。準決勝では、キューバのオルティスと対戦し、指導1を選手されてから指導1を取り返すも直後に有効を取られて敗れるが、3位決定戦では、トルコのカイラサイトを大外刈りの技ありで破って、銅メダルを獲得した。9月にはその功績から、 和歌山県スポーツ県賞が贈られた。さらには、同民栄誉賞を受賞した。12月には、グランドスラム、東京に出場するも、準決勝で、朝日奈に今朝方で敗れて3位だった。2017年2月のグランドスラムパリでは、決勝で、朝日奈に反則負けを喫して2位だった。4月の体重別では準決勝で、 南地区高校2年のソネアキラに技ありで敗れて3位だった。続く全日本選手権では3回戦で、三井住友会場の7 8ラム級の選手である高山理科に GS に入ってから指導に劣取られて敗れた。東京オリンピックを目指すための復帰戦となった2018年8月の実業個人選手権では準々決勝で、 立ち元に反則勝ちするなどして決勝まで進むが、小松の富田若春に技ありで敗れて2位だった。11月の行動完売では準々決勝で、艦隊平洋大学4年の井上明に反則負けを喫するも、その後の敗者復活戦を勝ち上がって3位になった。2019年4月の全日本選手権では、準々決勝で艦隊平洋大学1年の末に、 GS に入ってから有効で敗れた。9月の実業個人選手権では、決勝で小松の橋本明美に反則負けして2位だった。11月の行動完売では、決勝で小松の富田若春に反則負けして2位だった。2020年10月の行動完売では、準々決勝で富田に敗れるなどして5位に留まった。11月には、現役引退を表明した。 この際に、ここまでやりきることができて、悔いはない。すごくすっきりしていると語った。ありがとうございます。